宮城県仙台市の青葉区東北大学の前にあるバス停。ここからは2系統あります。ニュースセンター、アドミッションセンター。こちらも7本くらい。だからここからここまではすごい便利だ。ここからはあんまり移動する人がいないのかもしれない。2系統。反対側の。通勤やん。でここから2系統あるんだ。片平行く方と清涼キャンプっていう方法があって、今は片平、いや2つ目が清涼だって。そうそう、2つ見たの、2つ目が清涼。あれは次は植物園前行くんだ。40分始発のやつだ。ちょっと見間違いな。そういう整流系まだ出てない。めっちゃちゃんとした忘れだからな。目の前には東北大学のハウチキャンパス。ニュースセンターでした。